こんにちは、 SD ミズの増田です。今回紹介するマウスピースはこちらになります。じゃん、セルマーズですね。ショートシャンクスの E オリジナル、素晴らしいコンディションですね。何がショートシャンクっていうかっていうと、この部分ですね、このなんかブリッとしてるこのところ、これがもうちょっと長いのがロングシャンクと言います。市場価値的にはロングシャンクよりもショートシャンクの方がどうやら少し高いようですね。あのケニー・ガレットが若い頃はショートシャンクを使っていたようです。アルトサックスね、ショートシャンクの E だったかな。でもなんか最近の動画見ると、あのロングシャンクの E とかも使ってたりとか、いろいろ使い分けてると思います。テナーサックスの奏者ですと、ジョー・ヘンダーソンがこれを使っていることで有名です。確か彼はオープニングが F だったかな。これはだいたい1956年だったかなぐらいから作られているマウスピースですね。はい、これスラントロゴと言いますね。ロゴが斜めに入ってます、このセルマーってやつね。ホットリンクのラバーにもこういったものがありますね、斜めのロゴね。これがあの結構ヴィンテージの証というか、高いマウスピースはこういう風になっていると覚えておいてください。捨てないでください。だからもし見つけたらね、だいたい世の中にあるマウスピースっていうのは C のワンスターっていうのはすごく多いです。これよく見ます。なんですが、それより上 D とか F とかね、まあ、G なんていうのもたまに見ますけど、そういうのはなかなか、ないですね。なのでもし手に入れる機会があったら手に入れといても損はないと思うんですけれども、昔はあのその C のワンスターがどうやら、セルマーの楽器の中に同梱されていた時代があったというのを、どこかで聞いたことがあります。だからあの C のワンスターは結構出回っていると。やっぱり E とかになるとね、買わなきゃいけないから、まあ、残ってないんだなんて話を、聞いたことがあります。といった感じで、どんな感じかっていうとですね、やはり抵抗強いんですよ。抵抗感が、なかなか少ないメイヤーとかそういったものが苦手なんだよっていう人なんかにはものすごくおすすめなマウスピースです。なのでどちらかというと、あの今のマウスピースだとダダリオみたいな、ああいう抵抗感が、少しありますね。吹奏楽とかからあの上がってきた人が、まあ、ヴィンテージでどうしてもやりたいっていう人なんかはこういう、あの同じセルマーですしね、こういうのはすごく扱いやすいかなと思います。音に関してですが、少しなんかあのモコッとしたような感じですね。若干こうこもったような、それでいてダークなサウンドになってます。ただジョー・ヘンダーソンのね、あの音色を聞いたことがあるとかっていう人は分かると思うんですけど、なんかモサッとしつつもすごくパリッとしてる、あのバランス感、それがこのソロイストの特徴なのかなと思います。あのわーっとした中にこうカリ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 っていう、こうビリビリビリっていうのが入ってるんですね。それがあのやはりすごく魅力的で、そのバランスがね、なので音の粒がものすごくはっきり聞こえるんですよ、モコッとしてる割に。あ、これはねものすごくあの楽しいマウスピースだなと思います。すごく音量自体はそこまでないんですが、抜けてくる、マウスピースだと思います。私はあのすごく実は好きなマウスピースの一つで、今回、まあ、今までねテナーサックスはあのいいのをね手に入れたことが、なかったので、まあ、ロングシャンクはあったんですけども、ショートシャンク、手に入れることができました。しかもでも状態も良くてね、あの音もすごくいい個体に巡り合えたので、幸運だったなと思います。ぜひね、あの皆さんもあの見かけたら吹いてみてください。ということで、今回はセルマーのソロイストのショートシャンクですね、のオリジナルの E お届けしました。またね。